皆さんこんにちは、矢野康則です。やっていきましょう。2022年自主企画最新曲を歌ってみた7月号のお届けです。今月もよろしくお願いします。早速いきます。現在時刻はこちらです。2022年7月23日の午前11時10分になろうとしたところです。はい、噛みました。前回から1ヶ月ちょっと経ちました。さあ、チャートにどれぐらいの変化があるのか見てまいりましょう。毎回お世話になってるビルボードジャパンさんです。こちらのジャパンチャートを見ていきます。おー、ということでこちらですね。現在の順位はこんな感じです。1位はスノーマンさんです。スノーマンさんのオレンジキスが1位、第2位が、これなんて読むのかわからないんですけど、すいません、後で、ルビも振って載せておきます。恋のクラウチングスタート、第3位はハビットになってます。で、第4位がミックスナッツで、第5位、これ前回もあったね、谷祐樹さんの WXY でございます。私のこの動画のルール上、以前歌ったこのハビットは対象外となりますので、その時点の曲になります。第6位の、ボイメンエリア研究生さんのバーニングダンスバニダンになります。この中の5曲ですね。面白いね。今回はアイドル、バンド、谷祐樹さんはシンガーソングライターっぽいですね、と、アイドルかー、どうなるんでしょう。第3位のハビットのところにさっきのボイメンエリア研究生さんが入りますので、そちらで決めていきたいなと思います。一番のなんか全然予想がつかないのがこの第2位ですね、恋のクラウチングスタートです。さあ、一体何の曲が選ばれるのか、いつもの通りウェブルーレットでいきましょう。クリックして回転させます。ドンドン。あー、どうなってるでしょうか。はい、結果出てると思います。何かな、ドキドキ。いきます、結果はドン。4ですね。はい、出ました。4です。4ということは、今月はオフィシャルヒゲダンディズムのミックスナッツを歌うことになりました。ヒゲダンか。ヒゲダンはあれですね、私の動画、弾き語りの動画でも何曲 ?3 曲かな出ましたね。プリテンダーとファイアーグラウンドって曲と、あとは宿命、あとアイラブだから4曲ですね。やってます。5曲目になりますね。私アニメも見てるのよ。スパイファミリーの主題歌じゃない。ただね、アニメの本編だけ見るのが癖なのでね、オープンエンドすっ飛ばしてるんですよね。サビは聞いてるんだけど、 A メロとか B メロとかはどうなってるのかっていうのがちょっとまだ、頭の中に全然入りきれていないのが現状なので、そこを確認していきたいなと思います。もうね、多分歌ってみたもたくさんあるし、こちらの方でチェックしていきます、ね、検索結果で出てくると、そうですね、一番上に出てくるのがオフィシャルヒゲダンディズムのオフィシャルビデオ、3ヶ月前に投稿されたもの、そしてその次に投稿されてるのは私の趣味なんでしょうかね、ゆゆうたさんの切り抜きチャンネルが出てます。ヒゲダンの新曲ミックスナッツの耳コピーに苦戦するゆゆうたっていうのが出てます。はい、ゆゆうたさん結構私好きで、雑談とかもよく聞くんですよ。じゃあ聞いてみましょう、ミックスナッツ。全然関係ないですけど、今日はね、気合い入れてユニクロのモスラ対ゴジラ T シャツを着ています。イントロどうやるこれヒゲダンってさ、結構タイアップが多いじゃない。特にアニメのタイアップが多いイメージが私の中であるんですけど、彼らの色ものちゃんと出しつつ、ちゃんとそのタイアップというかクライアントさんにちゃんと沿うような曲を作っていく感じがね、うまいよね。多分ね、ワンコーラスで多分ね、喉チンコが爆発すると思います。またあー、でもツーコーラスのこのリズムチェンジはちょっと好きだから、やってみたいな。2コーラス目にさ、微妙に変えてくるあたりさ、ヒゲダンらしいよね。転調とかそういうのじゃなくてさ、そのアレンジを変えてくる感じラストサビ前の、待てアドリブなんだよ今のやれないぞおじさん。はい、ということでオフィシャルヒゲダンディズムさんのミックスナッツ聞いてみました。以上、オフィシャルビデオでも3分50秒ぐらいなんで、その尺としてはまあちょっとほんのちょっと短いかなっていう感じはしますね。ただし、もうこの3分50秒とかの中にも彼ららしさがね、すごく満載の曲でしたね。はい、多分本番収録には時間の勝負がかなり加わってくると思いますので、力入れて頑張ってやっていきましょう。コードのね、をちょっと探してやってみましょう。現在の時刻は練習開始の時刻ですね。こちらです。はい、11時20分に練習を始めていきたいと思います。これね、一番のネックはあれなんだよね。イントロどうする
部分からやってみましょう。他の人はどうやってんだろう。イントロとアウトロをどうしてるんでしょうね。あと ギターでやってる人がいるのか。あ、いますね。聞きましょう。やっぱそうだよね。やっぱウォーキングベースをやるよね。あのね、参考にしてる人のレベルが高すぎて無理です。多分ゆうたさんが出てきちゃうな。うん。だからイントロをちゃんとウォーキングベースとかでやってる人と、いきなり袋に詰められた夏のようなって歌ってる人が、まあ、いると。まあ、練習ざっと1時間ぐらいっていうのを自分の中の影ルールとして適用してるってなると、私も A メロからやってった方が良さそうな気はしましたね。今回はそれでいきましょう。やだヒゲだ。いや、キーを下げるのは考えないとね。どっちがいいかな。原キーでワンコーラスか、キーを自分の方に合わせて振るか。どっちもいいな。あ、わかった。じゃあ、今回こうしよう。これもルーレットで決めよう。こう打つつけがたい。簡単ですよ。1、2しかないですからね。1番が原キーワンコーラス。2番がキー変更でフルコーラス。じゃあ、これはちょっともう見ながらやっていきましょう。はい、どっちかな。ということで、あ、今回ギリギリだね、毎回ね。はい、今回はすいません、コーツつけがたいということで、1番原曲キーでワンコーラスで今回はちょっと挑戦してみましょう。いや、あのね、弾き語りしてる人を見ててもね、やっぱりなんかみんな試行錯誤はしてるなっていう感じはしたね。ストローク。いや、この感じでいきたい。フルコーラスじゃなくワンコで行くんだったら、そのせめてテンポ感は原曲でやっていきたいね。ボーカルは正直原キーで何度も何度も練習はできないので、そのメロディーのピッチがとちらないようにするだけかな。うん、メロディーは大丈夫。あとはもうずっと言ってるけど、そのちょっともう少し回数をこなして閉じる確率を下げていけば。よし。疲れてないからね。よし、じゃあ撮ってみよう。うん、ワンコーラスだし、はい、現在時刻こちらです。12時5分です。今からね、ちょっと30分間だけ、はい、本番チャレンジしてみたいと思います。30分で撮れたらそのままエンドトークに行くし、30分でダメだったらご飯食べてきます。まずは30分挑戦してみましょう。無理。10分延長して40分演奏してみたんですけど、取れません。ストロークがね、全然定まってないですね。で、こういう時はね、一旦いつもの通り休憩を挟むんですよ。お嬢さん、お兄さん、休憩を挟んで脳を一旦リセットさせてください。それからもう一度来ると意外とすんなりできたりするので、ご飯を食べてきます。それではまた数時間後にお会いしましょう。嫌だな、数時間後。1時間ぐらいで帰ってきたいです。それではご飯を食べてきます。寝ました。はい、もう端的に時間を、はい、3時38分です。今日はお昼食べに行ったんですよ。で、帰ってきたの1時半ぐらいなんです。携帯の充電が少ないなと思って充電しようと思ってさ、充電器かけたので、涼しい部屋で横になりながらね、その充電して待ってたらさ、ね、ディズニープラス入ってる人だったらね、わかるかな、あのムーンナイトっていうドラマでね、あの主人公がこう一気にこう気絶してパッて目覚めたら、なんか全然わけわかんない状況になってたっていうのがあるんですけど、今それを受けてます。はい、私ムーンナイトでした。ということで、今から本番を撮り直したいなと思います。ちなみに個人的なことなんですけども、あと1時間ぐらいしかもう、撮れるリミットがありません。それまでに撮れればいいなと思いますが、撮れなかったらこの回はお蔵入りになります。頑張りましょう。
ということで今月の最新曲を歌ってみたはオフィシャルヒゲダンディズムさんのミックスナッツでございました。今回ね、どうしようかと悩んだ結果ですね、ここまで見た方はもうお分かりと思いますが、今回は原曲キーでワンコーラスのみ挑戦という形で撮ってみました。ボーカルだけやりたい弾き語りやだ。なんか企画が破綻するようなこと言っちゃってるけどさ、さっきもさ3時半なんですとか言ってたじゃない。これは基本的には、あの、私とこの動画を見てくれるリスナーさんのその信頼関係、良心に基づいて成り立っている企画だと思うので、シンプルに信じてほしいんですけど、本当に今まで歌った曲はどんなコードなのかとか、実際にじゃあ歌ってみようかって歌ったのはないんです。今のところ全部奇跡的にないんですよ。しかもその限られた時間の中で演奏して本番も撮るっていう企画をやろうと思って撮っているので、ね、実際の本番のその歌唱動画を見てくださいね。ダラダラでしょ、ね、もうわかるでしょ、歌い込んでないっていうのがわかるでしょ。これでそこら辺のね、ドタバタ感と言いますか、そこら辺をもう一緒にあのね、包み隠さずお届けしようっていうのが今回のこの企画の、今年のね、企画のコンセプトですから、そこら辺もね、楽しんでいただければなというふうに思います。先月からなんですけども、歌唱のみのバージョンに関してはその翌日だっけなに公開することにしました。なので、歌唱のみ聞きたいなと思った方はですね、私のこのチャンネルを登録してですね、その曲が投稿されたのを確認して視聴していいなと思ったら高評価をしてチャンネル登録解除しちゃって大丈夫ですね。基本的にね、こういう風なチャンネルを一方的に放送してるわけじゃないですか。だからそこら辺もね、どういう風に受け止めるか、どういう風に利用するかっていうのは、ご覧になってる視聴者さんのご自由なので、そこら辺は使い勝手のいいように私のチャンネルを楽しんだり利用していただければなという風に思います。来月以降もこんな感じでやってまいりたいなと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録、通知、そして高評価、あとはSNS の登録とか、そこら辺もよろしくお願いいたします。喉が痛い。それでは来月やっぱね、この企画ね、あれなのよ、やり終わった後はね、終わったっていう達成感で、ね、とりあえず胸いっぱいになるんですよね。しかも今日食べてきたご飯の関係でしょうね、胃酸がものすごく今肩になってて、ちょっとウエップってなってる状態なんです。そこら辺のテンション異常な高い状態のままエンディングを迎えているというのとだけは多く確認していただいてですね最後まで楽しんでください。はい、ありがとうございました。今月の自主企画に配信曲を歌ってみたはこちらでおしまいです。それではまた来月の自主企画の動画でお会いいたしましょう。さよなら。